アークリナックスはリナックスディストリビューションの一つ。デスクトップ環境には KDE を採用している。発音の問題でよくアーチリナックスと混同される。アークリナックスはインストール可能な OS、またはライブ CD として利用可能である。フリーソフトウェアのプロジェクトであり、ボランティアによって管理されている。 アークリナックスの基本的な目標は以下の通りである。アークリナックスのコアシステムはオフィススイート、インターネット接続ツール、インスタントメッセンジャーなど典型的なデスクトップ環境に必要とされる各種ソフトウェアを含み1枚の CD にまとめられている。サーバーシステム等はコアシステムには含まれていない。コアシステムに含まれていないアプリケーションは APT を用いるか。 アドオン CD で手に入れることができる。また、サポートされていないソフトウェアは別のオンラインリポジトリから入手できる。ARC Linux はパッケージの管理に APT と RPM、フロントエンドにキナプテックを用いている。各リリースに加え、ARC Linux には4つのパッケージツリーがある。一般的なインストールではアップデート、追加パッケージはドックヤード、 ドックヤードカントリブツリーから取得される。ークリナックスパッケージを作成する開発者のために、主に VToolChain として知られる数多くのツールが含まれている。それらを用いることによって RPM ソースパッケージに対するパッチやスペックファイルの生成を行うことができる。すべてのリリースはテストされたドックヤードツリーのスナップショットである。標準インストールでは、 ドックヤードドックヤードカントリブツリーからアップデートがなされる。新しいリリースがなされたとき、ユーザーは再インストールする必要はない。ドックヤードツリーがアップデートされるので、APT Get d i s t ッアップグ Upgrade を実行することによって、ユーザーは自動的に新しいリリースを取得することができる。これまでなされたリリースは以下の通りである。しかし、よくドックヤードでは、 以前のリリースよりも一層アップデートされている ISO ファイルが利用可能になる。例えば Ark Linux 2007.1ではいくつかのハードウェアサポートに問題があった。この機能を含む Hotfix の ISO ファイルがリリースされたが他のエラーはまだ修正されていないためバージョン番号は変化していない。すなわち現在推奨されているインストール ISO は 最新版の公式リリースではない。Ark Linux HomePay。Ark Linux 2008年3月20日閲覧。Ark Linux FAQ。Ark Linux 2008年3月20日閲覧。ABC Announcement of Ark Linux 2007.1。Softpedia 2008 200年3月20日閲覧。Ark Linux FAQ。 アークリナックス2008年3月20日閲覧アークリナックスソフトウェアマップアークリナックス2008年3月20日閲覧アークリナックス FAQ オンパッケージングアークリナックス2008年3月20日閲覧アークリナックスウィキページオンパッケージングアークリナックス2008年3月20日閲覧ありがとうございます。